やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあります。では、このコーナーのルールを説明しますね。質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見ている動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問まで。で、すべての質問に答えられるわけではないです。答えられないこともあるので、その場合オンラインサロンとかに行くこともあります。はい、本日一問目です。ダラスでオープンカーに乗ったケネディの頭部に致命傷を負わせた犯人は、これね、どうしようね、なんか、この前ごめんなさいしたよね。ごめんなさいしたはず。ああ、やっぱり最近この手のやめてるから、ごめんなさいします。ごめんなさい。個人鑑定で聞いてください。そしたら答える。で、すすきの事件。以下の証言は被告、娘の罪を軽くするための作り話ですか？多重人格に、透明人間的な架空の人物を自宅で結婚式をしたエピソード。いや、これガチじゃなくて。ね。本当か。本当ですか？これら二つのエピソードはガチモンですかと、本当かと、作り話じゃなく、およよよよよよよ、ズバッと出ました。作り話、若干持ってるかもね。全くの嘘とは言わないけど、ちょっと持ってるかもしんないね。ええ。なので、両方持ってるで。うん。正確ではないかも。うん。はい。続いて、青山さんが YouTube で、青山内閣が誕生したらまず何をかするかという質問に、財務課と正面から議論して、消費減税に踏み切る、それら、憲法拉致被害者の奪還、そういうことを進めていくと言っており、まずは経済力を高めてからだそうです。今後の日本で消費減税はあり得ますか？消費減税。でも個人的には消費税が、税金、嫌だけどね。嫌だけど、税金の種類の中で、一番こう、平等感がある。気がするんですよ。ね、平等感。なんか、お金持ちの人は消費も多いから払うの多くなるし、っていう意味もあって、なんとなくこう平等感が強いか。累進課税とかさ、えげつないじゃん、パーセントが。ちょっとどうなんだろう、みたいなね。やりすぎじゃない？半分持ってくみたいな。半分は稼いで半分持ってくみたいな。はぁ、やりきれないよねって、そう思うよなと思って。消費減税はあり得るか？太陽が出たよ。ズバッと出ました。うん。やろうと思えばできるんじゃないですか？あり得るで。うん。可能かどうかって意味で、可能だと思います。はい。続いて、パラリンピックについて、ネットのみをさまよっていたら、義手でいいのかな？いや、義足を神経接続できるようになったら、パラリンピックはサイボーグの限界を、オリンピックは生身の限界を競うようになるんじゃないかというコメントがありました。確かにね、今もさ、もう、例えば陸上とかで走る人の義足とか、もうバネじゃん。バネの性能みたいな、感じになってるよね、ちょっとね。それは感じるんだな。そうなんだよね。あれで、ジャンプ競技とかさ、そう、特に陸上とか見てると、おーって、思うんだよね。パラリンピックがロボコンみたいなロボット部分の性能を競う、そんな側面を持つ日が来るでしょうか。なんか、そうなってくると、先進国のね、ロボット技術の発達した国の戦いみたいになっちゃって、
それはそれでどうなんだろうみたいな。なんか制限とかね、つけないのかね、これね。どこまでしていいんだろうね。ね、どこまでしていいんだろう。どこまででもしていいってなると、そうだよね、人間の体じゃないよね。ロボット部分の性能を競う。ないですね。それはダメだって。ちょっと言います。倫理的にあかんみたいな、感じで、そんな未来はないと思います。あくまで人のね、人が中心だよみたいな。肉体って言ったら何て言ったらいいの、そういうロボ部分とか、その、ね、機械的な性能みたいな、そこはメインにならないと思う。続いて、嫌いな人ほど寄ってくるのはなぜでしょう？こっちが向こうを嫌っていることを分かっていてわざとなのでしょうか？嫌がらせのつもりが、か見下しているのか、対等に見ているのか、向こうだってこっちを苦手に思っているはずなのに、利用したいテーマパークや場所に相手も来ていたとか、ばったり遭遇するとか、まるで調べてつけ回し追いかけてきたみたいに思います。これは、そんな体験がないからわかんないんだけど、本当？これ聞いていい？これご質問者様だけの話なのか、全員一般的にそうなのか、私こんな体験したことないからわかんないんだけど、本当？嫌いな人とテーマパークでばったり？私いろいろ跳ねのけてんのかな？こっち来んなって思うと来ないけどね。それ、ご質問者様だけか。みんなそうか。どっちやねん。難しいね。まあでも、肯定してるからそうなのかな。なんで？じゃあ本当だとしたらなんでなのか。これもある意味引き寄せの法則なんですかね。嫌いイコール愛情の隣のようなものじゃない？裏返しっていうかさ。気になってしょうがないっていうエネルギーを送ってるじゃん。だから相手も気になってしょうがない。引っ張り合っちゃうよね、多分ね。そういうことじゃないかなって思うんだけど。嫌いな人のことを考えそうになるじゃないの？嫌いだい！あ、来ないで！嫌いってもう頭がそれでいっぱいになっちゃってるとか。なんでか。ペンタクルがいっぱい出たよ。これ、やっぱり、こうさ、物質的に似てるんじゃないかしら。似てるっていうか、そう言ったら怒られそうだけど。あんな嫌なやつと似てるなって言う玉木最悪とか言われそうだけど、精神的にっていうかな、なんだろう、肉体とかさ、物質のカード、ペンタクルがいっぱい出てるから、なんか物理的にとか物質的にな側面で似た者同士とかそんな感じなのかしらって思ったの。で、対策注意点に、逃げろよ、精神的に逃げなさいよって、逃げるっていうか忘れるっていうかその人から去りなさいみたいな。だから考えたら負けなんだよ、嫌いだとか。もう無の境地で嫌いとすら思わないみたいなね。なんか、その辺飛んでる蚊とか、アリ歩ってても何も思わないじゃん。そんな感じで。なんか、ね、空気に対して何も思わないじゃん、自分たち。空気がある。なんで空気があるんだよとか思わないじゃん。思ったら気狂いそうじゃん。思わない。もう見えません、聞こえません。誰ですかあなたみたいな、そういう境地になったら合わないんじゃないね。そんな感じがするけど、どうかしら。で、サザエさんの放送は終わると鑑定結果が出ましたが、最終回まで加藤さんが演じるのでしょうか。嫌いな人、一問目すごい考えさせられるね。
なんで私はじゃないんだろうって。ない人に話を聞いてみたらなんでないのって。私ないけど。嫌いな人、全力で逃げて、ほんと、無になるよね。無にする。嫌いとも思ったら負けだから、ええ。はい、サザエさん。どうかなこれ、どっちだズバッと見ました。大差不注意点が世界だから、でも、なんか、勢いはなくなりそうだけど、でもやり遂げそうな気がするんだよな。イエスで。うん。そうね。続いて、マゼルの今年1年間の仕事運、総合運をそれぞれほら、同じ人でしょ？ほら。さっきのさ、わかる？ N さん、矢印さんと、ね。I さんか。I さんの2025年の日本、世界の状況について、それぞれケルト十字で占っていただきたいですと、ほら、同じでしょ。そうか、マゼルが好きなんだね。はい。もう4人は、やっぱ同一人物ですよ、ほら。だって、丸1、丸2、ケルト十字でってこう指定してくるあたりの、もう、ちょっと同じ人じゃないとありえない、この表面。なんでわざわざ変えるんだろう。同じアカウントでやれば、私もスッキリするし、みんなもスッキリするし、この人はこういうのが興味あるんだなとかね。なんか、あい、アカウント変えてやるとさ、こう、後ろめたいことがあるのかなとか思っちゃうじゃん。ね。仕事運と総合運、マゼルで、これさ、片方だけでいい？グループでしょ？グループの仕事運と総合運言うたら、同じよ。同じ。なので、1も2もちょっと同じにしちゃうよ。それに総合運、そうだよな。なんか一人の人物の人生だったらさ、仕事運、家庭運とか、いろいろあるけど、仕事をする上でのグループだからさ、仕事運、総合運一緒だよ。で、運勢、めっちゃいいです。今すごい大きな変化がありました。でも、ここからいろいろこう、運命の輪がこう回り出して、すごいこう、晴れ晴れした最高の運勢だと思いますよ。対策注意点、世界、やりきってください。完成させてくださいなと、私の世界みたいな。はい。最高です。はい。それではここで4つ宣伝させてください。まず、40歳以上に特化したマッチングサービス、マッチュール、会員様増えております。無料でも占い結果を見たり検索できるので、ぜひお気軽に活用してくださいね。2つ目、結婚相談所を使いたいわっていう方は、ズバコンがおすすめです。ブライタルパートナーズさんっていうとっても成功率の高い相談所と提携していて、私の占い付きのプランを提供しています。3つ目、オンラインサロン、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方とか、習慣運勢とか、カバダス秘術ごとの相性っていうのを公開してます。4つ目、ズバッとタロット、ズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄からぜひご購入ください。続いて、この質問が読まれる頃にはもうとっくに過ぎていると思いますが、返還期限前にもかかわらず、9月に上野動物園のお父さんパンダのリーリーとお母さんパンダのシンシンが中国に帰ることになりました。はい、本当に病気だけが理由で期限前の返還になったのか、今後3年以内に再びオスメスニュートンのパンダが上野動物園にやってくるか。ほう。病気以外の理由はありますか？どんなカードだ？病気以外。大人の事情。悪魔の逆。ズバッと出ました。あるんじゃない？悪魔の逆でしょ？なんかこう、解放するとか縁を切るとかさ。さよならのカードが出てるからさ、なんか、もう貸さないって。
向こうから言われたとか、もうやだ返してみたいに。もう縁切るっていうか、うん、そうね、ちょっと一回この契約やめてくんないみたいな、うん。リセットしてみたいな、そんな感じ。これイエスでいいんじゃないですかね。で、3年以内にやってくるか。定期的パンダ。パンダね、好きだね、みんな。定期的にパンダ。定期的にゴリラとか定期的にゾウじゃないの。定期的にパンダ、皆さん質問して。こんなにパンダ好きなの、みんなね。パンダ。いや、かわいいよ。かわいいけどさ、こんな質問にするほど好きなんだなと思って。パンダというとあれ見たいね、久しぶりに。パンダパパンダコパンダチャーダーダーダの宮崎駿さん。はい。来るか。いや、この世界はそのままって意味じゃない？ズバッと言いました。難しいんじゃない？悪魔の逆のままだよ。だって。ああ、もしかしたら、国内とか、日本の中でこうね、別の、例えば和歌山から来ると、いや、あるかな？わかんないけど、うん、なんかこう完結した中で、日本の中で移動とかは、可能性はあるかもしれないけど、また中国からはない気がします。なんとなく。ええ。なので、これが中国からっていう意味だったら、ノーかな。うん。で、キスマイの二階堂さんについて、ドラマや舞台など演技のお仕事をするときに訪れるか、本人に演技の自信がないのでノーという結果でした。その時はとても納得いくことだったんですが、先日ご自身の出演しているラジオ番組で、これからは演技の仕事も挑戦してみようかなと思うと話しておりました。おお、心境の変化があったようなので、この先ドラマや仕事、舞台など演技の仕事が訪れるか、もしあるなら、時期、何年単位でいいかしら。今年とか来年とか。ニカちゃん。おぉ、まだ自信がないと出たんだけど。ちょっと、わーい。ちょっと先になるかな。2024号はまずなさそう。あるとしたら2026年で、あるかどうかで言うとまだ自信ないですよ。ああそうだな。なので、あるかって、訪れるかっていうのは三角で、もしあるなら2026年以降で。では今日は以上になります。じゃんけんいきました。まーき、じゃんけんぽい。パーなのでチョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。